タイトルマッチで相田反応、まさか天狼が相田と関係があるのか。そういえば陽光のやつ何か言い争ってたな。陽光を探してみるか。陽子、お前に聞きたいことが。長谷尾、私と冒険に付き合ってくれよ。そんな、お前、いきなり。エリアワードは、そうだな、シータサーバー、原告なる浮上の配下蔵にしよう。はぁ、あ、今は言うこと聞いといた方が良さそうだな。陽子、ah!
私に勝てるつもりかい？初殿、鎧立ち！初殿、鎧立ち！
まず加減説明してくれよ。こないだの天狼を見ただろう。ああ、なんか変だったな。あいつああいうやつだったっけ。お前が。あ？お前が高魔球のチャンピオンになってから天狼はおかしくなったんだ。おかしくなった。天狼ちっともイコロに顔を出さなくなっちゃったんだ。アリーナの戦いだっていつも正々堂々と自分の力を極めることに誇りを持ってた。そんなあいつが お前たちがいけない。俺からあれを奪おうとするからだ。継ぎはぎの羽男と裸男の二人組とチームを組んでからすっかりおかしくなっちまったんだ。天皇じゃない。そういえばパインのメールで壁星球で間反応があったって報告があったな。天皇はまさかエンデュランスのように間に取り憑かれているのか。それに天皇と一緒にいるという二人組って何者だ。羽男と裸男、もしかしてアイダサーバーにいたトライエッジの仲間じゃないのか。私と天狼は顔を合わせれば口喧嘩するような仲だった。天狼は石頭の堅物で私は素直じゃないからさ。あの日トーナメントであんたに負けた日、私もうどうしたらいいかわからなくなってた。突っかかって言ったのなんかただのハッタリでさ、あんたともう一度戦うって思うだけで足が震えた。喉がカラカラになった。なんで負けたのかさえわからない。そんな屈辱を味わうのはもう嫌だった。もう一度チャンピオンになるなんて途方もないことに思えた。
それでイコロへの復帰を諦めるって天狼に言ったんだ。諦めてどうするんだ、陽子。俺の守りたいのそれ、チャンピオンの座にふさわしくあらんとする信念、そうあるための努力、強き者に打ち勝たんとする勇気、それが俺の誇りだ。お前はそれを理解しているのだよ。俺はお前と分かち合いたい。この思いを、この信念を、陽子。お前だからこそ。ガツンって殴られたみたいだった。いつの間にか私は築き上げたものを守ることに夢中になって、その意味とか信念とか誇りとか大切なことを全部忘れてしまってたんだ。あんたに負けたのは当然だった。ハセオ、私に力を貸してくれ。陽子、お前。私、どうしても天狼と話がしたい。どうして天狼があんな風になったのか知りたい。正面から言っても天狼は話を聞いてくれない。このままじゃ拉致が開かないんだ。天狼はアリーナで戦うことにこだわってた。だったらトーナメントを勝ち抜いて直接戦えば何かわかるかもしれない。なあ、頼むよハセオ、私と一緒にトーナメントに出てくれよ。あんたと一緒ならきっと勝ち抜けると思うんだ。虫が良すぎるか。だよな、そうだよな。変なこと頼んだりしてごめん。今の話忘れてくれな。私の話はこれでおしまい。お、おい。あ、そうそう、辛気臭い話をしちゃったお詫びに宝箱の中身はあんたに譲ってあげる。おう。その付き合わせちゃって悪かったな。さっきの話は忘れてくれちゃっていいからさ。それじゃ。碧星宮のトーナメントはいつだ。え、トーナメントを勝ち抜きゃ天狼がおかしくなった原因がわかるかもしれねえんだろ。ハセオ、勘違いすんな。別にお前のためでも天狼のためでもねえ。え、天狼の心変わりがアイダの影響だとすれば、その羽男と裸男の二人は。碑文はアイダを呼び、アイダは碑文を呼ぶ。結局オーバンの言う通りか。Thank you.
よし、登録完了だ。なんだよ。あっさり捨てるんだね、チャンピオンの座。別に、チャンピオンになりたくて参加してたんじゃねえし、ご大層な称号がなくても俺がエンデュランスに勝った事実はなくならねえ。天狼みたいなこと言うんだね。ありがとう、ハセオ。んだよ、改まって。さ、これからも一緒に冒険とかしてくれるかい？ああ。本当か？それじゃあこれからもよろしくな。断っておくけど、私は一途でしつこいぞ。じゃあ必ず誘えよ。誘わないと許さないからな。天狼に着いた間、それから羽男と裸男、碑文は間を呼ぶか。これでまた一歩真実に近づけるんだろうか。ログアウトしてメールでもチェックするか。アリーナカウンターでトーナメントを勝ち抜けば、クリムゾンバーサOh, oh, oh.
パイ。壁星級のトーナメントに参加するようね。ヤタ様は何でもお見通しってか。相変わらず覗き好きな野郎だな。トライエッジやシノさんの情報が得られるのはそのおかげってこと忘れないで。ヤタ様からお言葉を預かってきたわ。一つ目、天狼から強い。じゃあ天狼はエンデュランス同様、アイダに精神を侵食されている可能性があるわ。天狼についてるアイダはアトリの秘文を奪ったやつと同じなのか。現在調査中よ。詳しいことが分かり次第。二つ目、先のアイダサーバー事件以後、そいつは CC 社のゲーム管理者とかの領分だろう。その CC 社が彼らの ID を制御できないのよ。なんだと？じゃあそいつら全員？ええ、全員から微弱なアイダ使用外の行為に常軌を逸した行動や発言、アイダの侵食がゲームだけではなくリアルにまで及び始めていると考えられる。どうしてそんなことが。ここはアイダサーバーじゃないんだぜ。これは憶測に過ぎないけれど、アイダサーバーから帰還した PC の中にアイダに感染した人がいたんじゃないかしら。そして PC から PC へ、人から人へ感染が拡大している。まるでインフルエンザみたいだな。事態は刻一刻と悪化している。早急な対処が必要ね。あと、ヤタ様はご自分の立場なり案じてね。お嬢さんもあなたを気にかけていた。優しくしてあげなさい。アトリか。俺とヨーコ、あと一人メンバーがいるな。クーンやパイは誘え。アトリ、アリーナに参加するんですか？ああ、壁星級トーナメントに出る。はっ、またチャンピオンを目指すんですね。そうじゃね。え？トーナメントに出るのはアイダを調査するためだ。アイダ？壁星級チャンピオンの天狼がアイダに感染したらしい。もしかするとそいつが私から秘文を奪ったアイダかもしれない。そうだ。あの、じゃあ私のために。結果的にな。私、アイダサーバーにいるとき、ヤタさんからいろいろなお話を聞きました。トライエッジのこと、未帰還者のこと、シノさんが意識不明になっていること、その私ちっとも知らなくて、長谷尾さんに謝らなきゃって思って。ごめんなさい。長谷尾さんはシノさんを治すために必死で頑張っていたのに、私自分のことばっかりで。お前に死のを重ねてイラついてたのは本当だ。謝らなくていい。
メント。私でよければ、いえ、私も出ます。え？このままじゃダメなんです。待ってばかり、頼ってばかりじゃダメだと思うんです。だってアイダや碑文のことは私の問題でもあるんだから。お願いします、私を長谷尾さんのチームに入れてください。足手まといにはなりませんから。頑張って絶対に強くなりますから。はあ、参加するのは俺と陽光だ。あと一人空きがある。じゃあ。分かってるな、この戦いは絶対に負けられない。はい、私負けません、絶対。壁星級トーナメントへ本登録いただきありがとうございます。第1回戦の日時はメールにてお知らせいたします。これで本登録は済んだな。あとはトーナメントの通知が来たら連絡する。それまでレベルでも上げてろ。ありがとうございます、長谷尾さん。トーナメントのメンバーは俺、陽子、それからアトリーか。張り切りすぎて無茶しなきゃいいけど。ログアウトしてメールでもチェックするか。陽子、すっかり元気になった。